はい、今回は ANA アメックスプレミアムカードのメリット・デメリットについて解説していきたいと思います。よろしくお願いします。マイルズクラスではお得に旅行したり、旅行を少し優雅にするための情報やホテル・飛行機の紹介などを中心に発信しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。まずはカードの基本情報から。 ANA アメックスプレミアムカードの年会費は本会員は165,000円、家族会員は4枚まで無料となっています。マイル還元率は100円につき1ポイントが貯まり、その1ポイントを1マイルと交換できるので、マイル還元率は 1% となります。早見表にして確認すると、1万円の買い物で100マイル、10万円の買い物で1000マイル、100万円の買い物で1万マイル貯まるという計算になります。 ANA カードの中でも年会費が高額なプレミアムカードですが、年会費に見合うメリットがあるのか順番に確認していきましょう。メリットその1、入会・カード更新時に1万マイル。 ANA アメックスプレミアムカードはカード入会時と2年目以降のカード更新時に毎年1万マイルが付与されます。1万マイルを通常のカード利用で貯める場合、約100万円分に相当するので、これだけのマイル数が毎年自動で入ってくることを考えると、かなりお得だと言えます。とはいえ、年会費が16万5000円という高さを考慮すると、一概にお得と言い切れるかは微妙なところなので、その他のメリットも考慮して総合的に判断していく必要があります。また、 ANA アメックスプレミアムカードは入会キャンペーンを常に行っており、特典のポイントや条件は時期により異なりますが、入会後の利用額に応じて他のカードにはない高額なマイルを獲得することができます。 ANA アメックスよりお得に入会する方法も動画の最後でお伝えしますので、気になる方は最後までご視聴していただければと思います。メリットその2、ポイントの有効期限が無期限。 ANA アメックスプレミアムカードはカードの利用で貯めたポイントに有効期限がありません。ANA のビザやマスターカード等で付与される V ポイントには有効期限があるので、基本的には有効期限内に ANA マイルに交換する必要があります。しかし、ANA アメックスプレミアムカードで貯まるポイントは有効期限が無期限であり、年間移行ポイント数の制限もありません。なので、有効期限を気にせずポイントをたくさん貯めて、好きなタイミングでマイルへ移行することができます。特に家族全員分の航空券やビジネスクラス以上で海外へ行く場合などは、それなりのマイル数を貯める必要があるので、有効期限を気にせずにマイルを貯めれるのは大きなメリットです。メリットその3、 ANA グループ便に搭乗で 50% のボーナスマイル。 ANA グループ便に搭乗した場合、通常のフライトマイルに加えて 50% のボーナスマイルが加算されます。フライトマイルとは主に有料の航空券で搭乗した際に貯まるマイルのことで、出発空港と到着空港の区間ごとに決められた区間基本マイレージと、座席クラスやチケットによって定められた予約クラス・運賃種別の値を乗じて算出されます。そして ANA アメックスプレミアムカードを持っている方の場合、これらで算出されたフライトマイルにさらに 50% のボーナスマイルが加わります。例えば、羽田・那覇間を通常運賃で搭乗した場合、区間基本マイレージは984マイル、クラス運賃倍率は 100% なので、獲得マイル数は984マイルですが、ANA アメックスプレミアムカード会員の場合、ここに 50% のボーナスマイルが加算されるので、984マイルの 50% 分である492マイルが加算され、合計獲得マイル数は1476マイルになります。普段から ANA グループ便の航空券を有料で購入して乗る機会が多い方は、マイルが貯まるスピードが速くなります。メリットその4、国内線 ANA ラウンジが無料で利用可能。ANA アメックスプレミアムカードを所有していると、本来であれば ANA の上級会員ステータスの所有者や上位座席のチケットを予約した人しか利用できない国内線 ANA ラウンジを本会員の方は無料で利用することができます。 ANA ラウンジは無料のソフトドリンクやアルコールドリンクが提供されたり、利用者が限定されていることから、上質で落ち着いた空間で搭乗までの待ち時間を過ごすことができます。メリットその5、プライオリティパスが無料で利用可能。 ANA アメックスプレミアムカード会員は国内外約1300以上の空港ラウンジを利用することができるプライオリティパスの年会費と利用料が無料となります。先ほどお伝えした ANA ラウンジの無料利用は国内線だけなので、海外ではあまり力を発揮できません。しかし、プライオリティパスの特典があることで、国内外約1300以上の空港ラウンジを利用できるようになるので、
海外渡航時でもラウンジを利用することができるようになります。さらにプライオリティパスの年会費と利用料が無料になるのは日本カード会員だけでなく、年会費無料の家族カード会員も無料で利用でき、さらに同伴者も1名まで無料で利用できます。なので一人で海外へ出張へ行くときなどだけでなく、家族で海外旅行をするときなどもみんなでラウンジを利用することができるのは大きなメリットです。メリットその6、24時間対応のプレミアムサービスデスク。 ANA Amex プレミアムカード会員は24時間対応の電話によるコンシェルジュサービスが受けられます。航空券、ホテル、レストラン、ゴルフ場、クルーズ船のチャーターの手配などの相談を24時間365日無料で電話で問い合わせることができます。メリットその7、国際線ビジネスクラスカウンターで手続きが可能。 ANA Amex プレミアムカード会員はANA の国際線利用時にエコノミークラスの予約であったとしても、ビジネスクラス専用カウンターを利用してチェックイン手続きをすることができます。国際線は国内線に比べて手続きに時間がかかることから、長蛇の列ができてしまうことも珍しくないので、座席の種別にかかわらず優先チェックインカウンターを利用できるのは海外渡航時には非常に助かります。メリットその8、無料宿泊特典フリーステイギフト。フリーステイギフトとは、毎年カード更新時に国内の対象ホテルに1泊2名分まで無料宿泊ができるというものです。対象のホテルグループはプリンスホテル、ニューオーダニ、ヒルトン、マリオット、ロイヤルパークホテル、ハイアット、大倉日光ホテルズ。これら7つのホテルグループのうち、北海道から沖縄まで50を超えるホテルが無料宿泊の対象となっています。さらに対象ホテルであれば、フリーステイギフトでの宿泊予約時に2連泊以上で予約すると、レストランやスパなどで利用できる5000円分のホテルクレジットも付与されます。マリオットアメックスやヒルトンアメックスはこのホテルグループに限定して恩恵を受けられるカードですが、フリーステイギフトは様々なブランドのホテルで利用できるので、普段あまり泊まらないホテルに宿泊して旅行を楽しめるのは大きなメリットの一つです。メリットその9、手荷物無料宅配サービス。旅行や出張で海外へ行く際、出発時と帰国時にスーツケースやゴルフバッグなどの荷物を自宅もしくは空港まで無料で配送してもらいます。ゴールドカードなどは帰国時のみ対応の場合が多いですが、プレミアムカードは出発時も利用することができるのが大きなメリットです。対象空港は成田空港、中部国際空港、関西国際空港、羽田空港第3ターミナルとなっています。メリットその10、ANA 航空券の購入でマイル還元率 4.5%。 ANA Amex プレミアムカードで ANA 航空券を購入すると、通常100円につき1ポイントのところ 2.5 倍のポイントがつきます。さらに ANA 航空券は ANA カードマイルプラス加盟店の対象なので、プレミアムカードの場合100円につき2マイルがポイントとは別に付与されます。なので合計すると100円につき 4.5 マイルを獲得できるので、 ANA Amex プレミアムカードで ANA 航空券を購入すると、他のカードより圧倒的な差とスピードでマイルを貯めることができます。その他にも空港でのポーターサービスやクロークサービス、レストラン優待などプレミアムカードらしい特典があり、単純にマイルを貯めるだけでなく、旅行や日常のライフスタイルをより上質なものにするための特典が充実しています。続いてデメリットについて見ていきましょう。デメリットその1、年会費が高め。 ANA Amex プレミアムカードの年会費は本会員が16万5千円とかなり高めです。 Amex プラチナカードよりも高いので、カードを発行する際は本当に必要なのか、かなり慎重に検討する必要があります。ただしメリットとして、家族カードは4枚まで年会費無料で発行することができ、ご家族の方のカード利用分も合算してポイントを貯めれたり、海外旅行の時などに他の家族もプライオリティパス特典の対象になるので、とりあえず家族カードを発行しておけば無料でラウンジを利用できるといったメリットを受けることもできるので、カード特典を1人分だけでなくご家族と連携してポイントを貯めたり、特典を受けたい場合にはメリットを最大化することができます。デメリットその2、ポイント対象外、還元率 0.5% になる支払いがある。これは ANA Amex に限った話ではありませんが、 ANA Amex プレミアムカードはポイント加算対象外やポイント還元率が 0.5% になってしまう支払いがあります。基本的に ANA Amex プレミアムカードは100円につき1ポイントでマイル還元率は 1% なのですが、一部の支払い先では、例えば公共放送の NHK、モバイルスイカやワオンなど電子マネーへのチャージ、
寄付団体への募金などはポイント加算の対象外になります。また次のような電力会社、ガス会社、水道局、税金、公金、決済手段などの支払いでは200円につき1ポイントしかたまらず、ポイント還元率は 0.5% になってしまいます。デメリットその3、ポイント移行が1000ポイント単位。 ANA Amex プレミアムカードを所有する方にとってはあまり支障はないかもしれませんが、 ANA Amex プレミアムカードで貯めたポイントをマイルへ交換できるのは1000ポイント単位となっています。なので不足しているマイル数が500マイルだけなど若干足りない時などに1000ポイント未満の少額分だけをマイルに交換するといったことができないので注意が必要です。はい、以上 ANA Amex プレミアムカードのメリットとデメリットについて解説させていただきました。以上の内容を踏まえて ANA Amex プレミアムカードがどのような方に向いているのかをまとめてみたいと思います。基本的には ANA 航空券を有償で購入して利用することが頻繁にある方、年間のカード利用額が多くポイントがたくさん貯まる方、有効期限を気にせずポイントを貯めたい方、高額のポイントを一気に ANA マイルに交換したい方、家族にもカードを発行して利用させたいと考えている方、家族で海外に行く機会が多い方、以上のような方が向いていると思います。特に家族全員分の航空券をマイルで手配したり、家族全員分の海外航空券をマイルで手配するとなった場合、かなりのポイント数が必要になります。ポイントの有効期限が3年程度しかないと、必要マイル数が貯まる前に有効期限が来てしまい、やむを得ず目的地を変えることになるといったことも起きる可能性があります。しかし ANA Amex プレミアムカードはポイントの有効期限が無期限なので、本当に必要なタイミングまで期限を気にせず貯めることができ、大量のポイントを好きなタイミングでマイルに交換できるので、年会費の差額以上のメリットを受けることができます。またせっかくの海外旅行時にも無料の家族カードを発行しておけば、プライオリティパス特典を使って海外でもラウンジを利用できるので旅の満足度が上がります。またカード特典では国内線 ANA ラウンジがカード会員本人のみ利用可能となっていますが、ANA の上級会員資格であるスーパーフライヤーズカードを取得した場合は、国内線の ANA ラウンジだけでなく国際線 ANA ラウンジも利用できるようになり、さらに家族カード会員も入出資格があるので、無料の家族カードを発行しておけば国内線国際線ともに ANA ラウンジを利用できるようになります。ご家族で国内海外の旅行をする際にも非常に頼もしいカードとなります。もし ANA Amex プレミアムカードを初めて発行する方は、マイトモプログラムとAmex紹介プログラムの活用がおすすめです。マイトモプログラムは ANA が公式で行っている既存会員からの紹介プログラムです。ANA カードの発行が初めてであれば、通常の入会特典マイルとは別に紹介特典マイルが別途加算されるという内容になっており、ANA Amex プレミアムカードの場合は新規入会時に1万マイルが通常特典として付与されますが、マイトモプログラムに登録した上で発行するとさらに追加で5500マイルが加算され、合計1万5500マイルを獲得することができます。概要欄に記載の URL より紹介番号と登録方法を確認することができるので、新規発行を検討される方はぜひ紹介番号をご活用ください。続いて Amex カード紹介プログラム、こちらはアメリカンエキスプレスが公式で行っている既存会員からの紹介プログラムです。既存のアメックス会員からの紹介を受けて、紹介入会用の URL から申し込みをすると、通常の方法で入会するより、さらに特典ポイントが上乗せされるというものです。特典の条件や獲得ポイントは時期やキャンペーンの有無等により異なりますが、紹介で入会するだけで同じ条件でも入会特典でもらえるポイントが満単位で変わってくる時もあるので、ANA Amex プレミアムカードの入会を検討されている方は、ぜひ Amex 側の紹介制度も合わせてご活用ください。紹介を希望される場合は、概要欄に記載の紹介依頼フォームからメールまたは LINE にて紹介希望の旨をご連絡ください。紹介入会用の URL を送らせていただきます。また、紹介入会による特典ポイントや決済条件などは入会時期により異なります。概要欄の紹介依頼フォームのリンク先に最新の特典ポイントや条件を記載していますので、こちらをご確認ください。紹介特典を利用した入会の流れは次のようになっています。まず、マイトモプログラムに事前登録を行います。
その後、概要欄のアメックス紹介依頼フォームより、メールか LINE にてご連絡の上、紹介入会用 URL から申し込みを行います。カード到着後は、所定の特典条件を満たすことで、入会特典ポイントを獲得することができるという流れになっています。もし入会を検討される場合は、紹介制度を活用してお得にマイルを獲得しましょう。それでは今回の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。